広島市立沼田高等学校は、広島県広島市浅南区にある市立、高等学校。全校生徒数は約900人である。2004年に創立20周年を迎え、それを記念に制服が一新された。広島県内の公立高校で最も古くから、体育コースを設置しているため、スポーツの沼田と言われることもある。卒業生も、各界で活躍しており、 東京陸上部 OB で箱根駅伝を走っている選手も多い。また、2006年度より沼田高校に新しい風が吹くと称して、少人数制やフロンティアクラスの設置などの改革が行われている。普通科体育コースでは普通コースと違うカリキュラムが組まれ、週に数時間先行種目の授業がある。西風新都に一置し周辺では、新興住宅地の開発が進んでいる。 アジア大会が開催され、現在サンフレッチェ広島のホームグラウンドである、広島広域公園も近く、普通科体育コースの生徒はよく利用している。すぐ近くに沼田スマートインターができた。近隣には、広島市立大学と広島修道大学があり、校舎とは、地元中学校を含め、中高大連携教育として、NIE などが行われている。北海総大。 ありがとうございます。